ただいまより本日のメインイベント東洋太平洋のライト級タイトルマッチ12回戦を行います。赤タイム134番目ロブラムさん、ユーカーショログ、ダブルビー世界ライト級12位、アイネフ世界ライト級5位、ダブルビー世界ライト級8位、トヨネ太平洋ライト級チャンピオン、なにわWe're gonna make it.
ます。先日に17戦17勝、17勝のうち11の KO が決まっています。ヘッサー・サウンはハリケーン・フーダー勝ち組所属、1987年9月生まれ、石川県金沢市出身、デビュー2005年10月、成績33戦25勝7敗1引き分け、25勝のうち15の KO が決まっています。Thank you.
賞も、赤コーナー中谷選手の実績になりましたと思います。やはり見た方がどれだけだともいいことが引き続きになりました。